に縛られる。それってどうなの？くだらないストーリー、オリジナルなのそれでいい。あなたの中であなたという人が生きるから。誰しもこの世に生まれ生きる限り死なにおがあるから、書き換えられるはず。あなただけのあなたしか知らない、それをあなた次第で。今まで見たこともないような、今まで知らなかった生き方。物語は始まりだした、ゆっくりとそしてするたび私を抑えてきたんだ。今日という魔物に追われくたびれる毎日。今までのストーリー真っ白に消したその時、私の中で私という人がある。